はようございます。こんにちは。こんばんは。関口あゆみです。私が気になったものを紹介していく動画ブログ、あゆみつ。今日は2012年6月の21日、4回目です。今日紹介するのは、こちら。レオナチュレ、ソフトストーンダブル。脇の汗の匂いを防いでくれるやつです。こういう固形のタイプのなんですけど、まあ匂いは無臭というか、ちょっと湿布みたいな匂いがします。私はこういう匂い好き。でこれを直接こう脇に塗っていくタイプですね、直に。でこういうのってこの脇の匂いを防いでくれる系って、まあ、スプレーのやつとか、シートのやつとか、ミストのやつとか、パシャパシャをつけるウォータータイプのとか、いろいろあると思うんですけど、ああいうのって、個人的にはですけど、こう汗で流れちゃって、持続力がない気がするんですよ。でも、これは、朝塗ったら、その日一日、匂いが気にならないです。私、結構汗かきなんですよ。で、踊ったりもするんで、こう、まあ、ちょっと汗の匂いとか気になるんですけど、これは本当におすすめ。女子にも男子にもおすすめです。ほら、やっぱりね、匂いっていうのは、臭いと百年の恋も冷めると思うんですよ。五感に直接グッときますからね。まあ、こう、画面上にはこう、伝えられないのが残念ですけど、まあ、だからといってね、だからといって、本当に私が普段ちょっと臭いとか、そんなことはないとは思うんです。多分ね。けど、今私ほら、舞台の練習をしてるんですけど、他の役者さんと結構接近するとことかがあるんですよ。そういう時にした。あれ、ちょっと、あゆみちゃん臭いなって思われたら嫌じゃないですか。なのでね、匂いには気をつけていきたいなと思います。サイズもちっちゃいからいいよ。そんなわけで、おすすめです。ということで、今日も見てくれてありがとうございます。先生、週刊、Thank you for watching。また。